おい、さっきのいい話ってなんだい？あのね、ホンダバラードにスペシャル使用車が出るんですって。室内もぐーんと豪華になって、それに私たちにも手が届きそうな値段なのよ。え、いつなんだいそりゃ。ホンダ FF フェアは6月6日7日、お近くのホンダベルノ店へどうぞ。 FOREST フォレスト、森に住む小鳥たちの白、静かな湖の青、咲く花の赤、毎日の暮らしをフォレストの優しさで包んでください。ファッションタオルフォレストは林タオルがお届けいたします。歯が痛い、歯が痛い。歯の痛みに新根治水、よく聞きます。ハイタニ新根治水、使用上の注意をよく読んでお使いください。送りたいと心に決めたらお届けします。水能運輸カンガルー宅配便、送る心を大切に。北から南へ、南から北へ、コミュニケートのお手伝い、笑顔を届けて。宅配便はカンガルーマークの性能運輸。野坂昭之、キャビンを吸う。ダサッパーレジャンゴー。男なら振ってみな。音がするタバコ、200円のキャビン85、新発売。ラジオカセットであってもテープノイズは許されない。そこでアドレスイン。オンビートアドレス新登場。ラジオカセットで初めてアドレスを搭載。そのノイズリダクションシステムはテープノイズを限りなくゼロに近づけ、透き通った音の世界へと解き放ってくれる。新登場、東芝オンビートアドレス RTS909,800円。明日を作る技術の東芝がお送りする背景青春諸君。今週の先輩は上海バンスキングの劇作家斉藤蓮さんです。